こんにちは、心理カウンセラーの高森です。余計な雑念に邪魔され何もできませんっていうふうに相談されることがあります。これは頭の中でもういろんな考えがうわーってこの暴走してる感じですね。そしてもうキャパシティのほとんどそれに費やしていて何も考えられない、パンパンになってるっていう感じでしょうかね。これは人に話してもあんまり楽にならないですね。うわーっていろんなこと喋ってもいろんなことが出てきて再現がないみたいなことになりやすいです。でそれよりはもう強制的にリラックスさせるっていう方法の方が対処法としてはいいと思います。例えばシャワーを浴びるっていうところ、お湯がありますので体の感覚の刺激ありますよね。こういったものを使ったりですとか、お風呂に入るっていうのもいいでしょうね。あるいは少し散歩に出てみる。でなるべくせかせか歩くのではなくて、ゆっくり歩きながら周りの景色を観察するように心がける。このように五感の刺激っていうところにフォーカスをして、そして味わっていくというような活動をすることに努めるっていうふうにやっていきますと、だんだんこのパンパン状態っていうのが減ってきて落ち着いてきますので、だいぶ楽になると思います。対処法としてはまずこのようなリセットっていうのをやっていく、いただくのが一つで、もしこれが慢性的にあるっていうことでしたら、これは心理の専門家であるカウンセラーとこういったところのテーマで一緒に取り組んでいって解消していくっていうことも役立つかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。